はい、こんにちは、こんばんは、勝博です、今日はですね、こちらの、まあ普通のホルダーがあると思うんですけど、こちらのホルダーがですね、通常だとこういうホルダーの中が曇りガラスというか、まあちょっと色が白っぽい感じになっていると思うんですけど、そちらのこの色を変える方法があるんですけど、でこちらのスプリングトマイゼっていうアプリがありまして、で先日ちょうど、アップグレードしてちょっと機能が多くなったので、それの紹介をしたいと思います。でスプリングトマイゼを開いてもらって、でフォルダーというところがありますので、フォルダーを開いて上から 1,2,3 番目のところを、スイッチオンにしてもらって、でこれで1回ディスプレイにかけてもらうと、そうするとフォルダを開けてもらうと、まあ白い枠がなくなって透明になるんですよね。でこちらは前からあったんですけど、新たに加わった機能が、ノキアフォルダのところを開いてもらって、これを1回オフにしてもらって、こっちのダークバックグラウンドっていうのがありますので、これをオンにしてもらって、また先ほどと同じくディスプリングをかけてもらうと、まあちょっと今見えたと思うんですけど、今度はフォルダを開けてもらうと、こういう黒っぽい感じになるんですよね。なんで3種類あるんですよ。黒っぽいやつと、通常の白っぽいやつと、何もないクリアのやつがあることになります。今日はスプリングトマイゼ 3iOS7 のアップグレードがありましたので、それの紹介をしてみました。ではまたねー。